はい、皆さんこんにちは、こんばんは、どうもタラちゃんです。ということでね、はい、亀です。今回なんですけどもね、ちょっと最近武器紹介動画ばっかりだったんで、久しぶりにまあちょっと違うね、企画とかまあそういうのをやっていきたいなと思います。今回やるのはちょっとロードアウト紹介していこうかなと思います。で、なんでかっていうと、結構コメント欄の方で、亀さんって普段何の武器使ってるんですかとか、亀さんちょっとロードアウト見してほしいんですとか、結構言われることがありますんで、今回はそのまあ使ってる、カスタム10選を紹介していこうかなと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。ブチブチにするよ。で、まあ今シーズンなんですけどね、結局その最強で言えばもうディアルフェネックなんですよ。なんですけども、僕のこの使ってるカスタムと武器ですね、まずこの2つなんですけども、はい、まずフェネックですね。これはディアルとかじゃなくてこのフェネックで、カスタムに関してなんですけども、これはこの前紹介したライアーさんのカスタムを使っております。それについてはこちらの動画を見てください。まあそうですね、一番びっくりしたのがね、俺そのリアグリップにこのラバーグリップテープを使うと、驚くほどに反動がなくなるんでね、これぜひぜひ皆さん使ってみてください。マジで強いです。で、まあ、二つ目ですね。まあ、二つ目っていうかね、ここの1と2に関しては、まあ、俺の、まあ、よく使う武器を置いてます。はい、SMG というやつなんですけど。で、これ3番に関してなんですけど、これは武器紹介ですね。まあ、武器紹介を取るときに、この武器を使っているというような感じです。なんで、これをいつもデフォルトに設定して、まあ、そのショットガンとか、よくわかんないクソザコ武器とか使っております。で、ICR ですね。この ICR、フェネック、ICR 来て、この ICR なんですけども、まあ、このカスタムについてはですね、こんな感じとなっております。これはね、その昔から愛用しているような感じで、で、このカスタムの何がポイントかっていうと、パークに早技をつけて、で、しかもこの弾薬にも、高速リロードマガジンをつけてるわけですよね。これをすることによって、リロードがめちゃめちゃ速くなるんですよ。もう本当に多分1秒もかかんないぐらいのね、これリロード速度となりますんで。で、リアグリップなんですけど、俺ずっと使った結果ね、ADS 速度がめちゃめちゃ遅いのがちょっと気になってしまって、昔はちょっと流状グリップテープにしてたんですけども、今現在は、ストッピング加工グリップテープにして ADS 速度を速めてるというような感じですよ。で、インテグラルサプレッサーはね、本当に必須。多分 70% のこの ICR 使いが使ってるんじゃないかな。で、これ多分おそらくなんですけども、この表示ミスがあって、はい、これ、エイム時の弾のバルス規制度と、これ、エイム速度は多分逆だと思うんですよね。で、これに関しては、普通にこの実際に体感的に感じるものですし、このインテグラルサプレッサーっていうのは、もう ICR を使う際は、結構必須級の、アタッチメントなんじゃないかなと思っています。それは続いて、まあ、3番紹介して、この4番なんですけども、RS ですね。これに関してなんですけども、はい、このブラックナイトっていうメーサーがあるじゃないですか。これ1回目その紹介した時、そのアイアンサイトがね、バグってるという中で紹介したんですけども、今めちゃめちゃ見やすいこのアイアンサイトとなっております。で、カスタム紹介なんですけども、こんな感じ。基本的に俺ってね、そのリロード癖がめちゃめちゃ多いんで、これですね、高速リロードマガジンと早技をつけて、ICR と同じ組み合わせでやっております。で、この迷彩、このブラックナイトのこのアイアンサイトっていうのがめちゃめちゃ見やすくて、こんな感じ。ほら、もう敵がね、普通にこんな感じに、真ん中で見えるんですよ。しかも、無駄なもんがないっていうね、なかなか壁さん的には、見やすい、このアイアンサイトとなっております。まあ、持ってる方はね、ぜひぜひ使ってみてください。ブチブチにするぞ！で、ちょっと言い忘れた、このパークに関してなんですけども、基本的に俺は、これですね、クイックフィックスかタフネスですね、この2つを使っております。まあ、SMG には大体、まあ、使うって感じですね。SMG には大体クイックフィックスというような感じなんですけども、はい。まあ、これ問題は続いてですね、これに関してはですね、そう AR なのに、これパークにクイックフィックスをつけて、まあ、というのもですね、この武器本当に強すぎる。マジで強すぎる。使いこなしたらこいつが一番ワンチャン派遣武器あるんじゃないかなというような感じですね。でも結構現環境ってね、その AR の、バランスも良くて、なんかあれが最強、これが最強とかいうような感じに、その実況者界隈でも分かれてますし、まあ、まあ、そういう、はい、まあ、僕的には結構評価が高いこの ASM10 なんですけども、カスタムはこんな感じですね。まあ、ちょっとね、この前武器紹介動画やった時とちょっとカスタム変わってるかもしれませんが、はい。マズルに、モノシックサプレッサーをつけて、これですね、俺結構この迷彩好きなんですよ。まあ、他にもね、その UT 迷彩あるんですけど、いや、俺は一番これが好き。ダイレクトヒートが本当に好き。これが一番かっこいいと思っています。はい。で、ストックはなしですね。これに関しては、エイム速度と、移動速度を上げているというような感じ。まあ、他にもあるんですけど、あんまりね、基本的に他の使わないですよね。そう。多分、まあ、ほとんどの武器がね、このストックなしをつけてるというような感じ。で、ディアグリップに関しては、流状グリップテープ。これは必須かなと思います。まあ、ASM10 っていうのは、結構その反動がひどいっていうか、まあ、反動っていうかね、ちょっとブレが多いんですよ。
ブリがブルンブルンになるんですよ。あのおしっこするときにね、あのチンチンがブルンブルンになるじゃないですか。それぐらいのその反動になりますんで、流浄テープっていうのは結構いるかなと思います。で、これ弾薬に関してなんですけども、あ、結構ね、その、この前ね、その ASM 店を紹介した時の動画を見てほしいんですけども、はい、これ38にするより、45にした方が、AM 速度っていうのは下がらなくなります。だから逆を言うと、38マガジンにした方が、AM 速度っていうのは遅くなります。なんでね、その AM 速度を下げたくないっていう方は、45ラウンドマガジンにすることをお勧めします。まあ、あと他に関してはこのレーザーですね。レーザータクティカルをつけてエイム速度を早めているというような感じのカスタム。まあ、でも言うてね、一番使うのはこの ICR とこのフェネック、この二つだと思う。まあ、これは絶対ロードアウトに入れろというような感じのこの、まあ、武器2000ですね。続いて7番なんですけども、K に言うようですね、あの、こいつに関してはね、多分今シーズンほとんど使ってないんじゃないかなと思います。あの、おそらくなんですけど、多分武器紹介動画くらいしか使ってないよね。うん、あの、シーズン初めの、そのなんかブラックゴールドでしたっけ？その K の44のそのブラックゴールド、はい。これを紹介した時以来、多分ほとんど使ってないというような感じなんで、あの、弱いとかね、そういうことを全く言ってるわけじゃなくて、個人的にはめちゃめちゃ使いにくいですね、K244 と本当にぶっちゃけると。まあ、その、いつもね、その、強いと言ってるんですけど、多分ほとんどの人は全然使えるかなと思うんですけど、このね、なんていうかな、その、横振りがひどいんですよ。で、K のを使う際は、絶対ね、この、流浄グリップテープ、これは必須かなと思います。んまあ、ちょっと他のね、そう、あんまりその、K244 のそのカスタムいじったことないんで、何が強いかとかあんまりわかんないんですけども、この武器はね、あの、強いっていうか、微妙、俺的に、本当に個人的には、あの、普通にね、あの、他の人もま、使ってるんですけども、まあ俺的にはちょっと ICR とかあのフェネックとかの方がまだまだ強いのかなというような気がします。ブチブチにするぞ。はい、それは続いて7番の次のこの8番なんですけども、SR ですね、あの、これに関してはもうほとんど使ってないね。あの、まあ、20試合やって1試合使うかどうかくらいなんですけど、もう本当にボコボコにされてね、あの、ちょっと味方がひどすぎたりしたら、ちょっと、この SR でですね、遊ぶかなというような感じ。で、まあ、他にもですね、一応 NA45 とか、あと、まあ、アークティックとかね、あるんですけども、まあ、個人的には一番ディールが使いやすいですね、SR は。うん。で、その NA45 を使ってる人にちょっと物申したいですけど、NA45 を本気で強いと思ってる人、やめといた方がいいです。あの、本気でね、その NA45 が一番強いと思ってる人は、絶対使わない方がいい。なぜかって言って、NA45 って弱いっす。弱いっす。普通にその外役武器。で、これね、何回も言ってるんですけど、NA45 を使ったところで、V2 出せますか？核出せますか？出せないっすよね。多分、ただ単純の強さだったら、アークティックとか DL の方が強いんですよ。だから俺は、まあちょっとね、あの、この DL、使おうかなと、いうふうな感じ。まあ、そのアークティックとか一番あるんですけど、あの、アークティックはね、個人的に使いにくいね。使いにくいです。で、続いて9番なんですけど、HBK ですね。こいつに関してはね、これバグってるんですよ、おそらく。あの、何がバグってるかっていうと、この、大口径弾薬あるじゃないですか。この大口径弾薬がね、おそらくね、あの、多分運営さんもう修正入れたのかな。こいつをそのアタッチメントに入れるだけで射程が伸びるんですよ。射程がね、確か60メートルぐらい伸びるっていうような感じで、詳しくはね、ちょっとこちらの動画を見てもらいたいんですけども、そう、だからね、その HBK って多分一番ポテンシャルっていうか、まあ、そのバグありきなんですけど、こいつが一番強いんじゃないかなと思います。ICR とかようにね。なんですけども、時計がおかしいね。多分ね、普通に SR でも叶わないレベルのこいつ時計なんじゃないかなと思います。一発でもヘッシュに入ったら、でも叶う武器はいない。あの、近距離に関してもね、普通に強いし、で、現にですね、あの、こいつ大口径弾薬強すぎるあまりに、GGL って大会では禁止されてるんですよね。もうそういうわけですよ。もう大会で禁止されるってわけは、もう本当に強さ。本当にその強すぎるっていうか、こいつを入れるだけでそのバランスが崩れるから入れませんよ、というような感じの話なんですよ。はい、それでは最後、まあ、10番なんですけども、ディアルフェネックでございます。はって思う方いるじゃないですか。こいつに関してなんですけども、普通にね、あの、それランクマッチやってて、で、そのサミットとかさ、そういう狭いマップやったら、ディアルフェネックって絶対いるじゃないですか。で、これに関しては超マリなんですけど、相手がさ、その、4人ともディアルフェネックとか、3人ともディアルフェネックってあるじゃないですか。もうそういう時はもうこいつを使ってます。はい。もう、なんていうか、試合にならねえわと。もう相手マジでディアルフェネック多すぎて、試合にならねえわ。という時はもうディアルフェネックを使って、俺は分からせますね。あの、これに関してはね、もうそんなに使わないですけど、もう本当にイラついた時、本当にあの、武器紹介動画とか撮ってて、もうどうしてもそのランクマッチ取らないといけないっていう時に、もう本当にブチ切れた時はこいつを使ってね、あの、ブチブチにします。はい。ブチブチにするぞ！はい、ということで今回なんですけども、カスタム紹介どうだったでしょうか。まあ、ちょっとね、まあ、今シーズン言うて終わりそうなんですよ。まあ、そろそろちょっと1週間ちょいぐらいで終わりそうなんで、またね、来シーズンもちょっとカスタム紹介とか、ロードアウト紹介とか、やってほしいっていうのがあれば、ぜひね、コメント欄の方で、カメさん何使ってるんですかとか、いうような感じのコメントをよろしくお願いします。ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。